はい、どうも。今回のね、リクエストにお答えしての第何弾もうわかりません。この曲ね、まあ、リリースは1965年。なんとね、中の人の生まれた年です。で、なんですが、中の人はね、田舎生まれなんで、近所にね、年の近い子がいなかったんですね。一回り以上、年の離れたおじさん、おばさん、ね、近所のお兄ちゃん、姉ちゃんたちに子守りされてました。当然ね、中学生、中高生、大学生の兄ちゃんたちは、まあ、洋楽とかも聴いてたんでね。で、当時の若者の文化、いわゆるね、モッツとか、IB とか、興味が湧いてくるお年頃なわけですよね。で、その影響でね、曲自体は随分前から知ってました。で、随分経ってからね、またその後に、確かジーンズの CM で使われてたのかな。で、ああ、聞いたことあるなぁ、思ってて。で、その時は改めて聞いてみた感想は、まあ、ふざけたナンパの歌じゃんと、ね、程度にしか思ってなかったんですけど。で、今回ね、まあ歌詞をちゃんと見てみたら、なんとね、最後の最後、How I wanna make her mine。ね、どうすりゃええんや。で、終わるわけですね。ちゅうことは、まだ何のアクションもしてない状態。まあ、つまり、現在、まあ、有言不実行なわけですよね。話しかけた。ナンパ成功した。今夜会う。彼女にした。ウォーウォー。ねえ。という未来を脳内に描く、まあ、オチとしてはね、妄想の歌詞ですな。はい。で、中の人が意訳するなら、まあ、最後の最後。ね。いつも、そんな夢見る。的なね。みたいな感じですかね。はい。ということで。まあ、打ち込みに関してはね、いつも通り適当、もうなんとなくて適当なんですが、もう正直ね、舐めてました。もうめっちゃ音取りづらいし、食い気味なとことかね、ためとか、結構しんどかったです。で、パートはね、少ないんですけども、延べ時間65時間ぐらいかかりました。はい。しかも全然できてないという。まあ、そんでまあね、腕のなさを棚上げして言うと、もう、うまいこと、言うこと聞いてくれないんで、まあ、既得な方いらっしゃいましたらね、手直しとかお願いできたらありがたいです。はい、ではまた。